これすごいのが、僕これを見た時惚れたよ。ほんま僕の中でも Amazon のベストセラーかな。はい、皆さんこんにちは、隊長です。ちょっと今回はね、やっと Amazon の防災ランキングっていうのをね、発表していこうかなと思うんやけどね、はい、あの企画やったのがちょうど 1,2 ヶ月前ぐらい、2ヶ月経ちました。うん、それぐらいね、はい、で、100件コメント集まったらやりましょうっていう話やってるね。はい、はい、これがなんと何件、今400件超えてるんね。460件以上。はい、ありがとうございます。本当にまあそういう、お声もあって、 Amazon の、まあ、ベストセラーってやられてるやつだったり、 Amazon のおすすめだったり、僕が実際にあこれは間違いないよねっていうやつをいろんな分野で一つずつ持ってきたんで、まあ、それを皆さんに、紹介していこうかなと。はい、やっとですね。めっちゃ楽しみにしてたんですけど。そうやね、やっとちょっとお待たせしました。ただね、一つお伝えしたいのが、はい、配送、あれから何回か臨時情報とかなったりして、防災グッズとかもう今から揃えていこうっていう方がめちゃくちゃ増えて、はい、もうインターネットで防災グッズバンバン売れてる状態やねんか。まあレスキューハウスは別に防災グッズ売ってないねんけど、はい、それで到着が全然届かなかったと。なんなら今日紹介したいやつもいっぱいあってんけど、はい、それが4つぐらい届かん。もうそれが次届くのは10月の半ばですみたいになってんねん。Amazon プライム入ってないで、それでもこれそれぐらいかかってるから、全然配送状況追いついてない。だからまあ追いついてるやつでちょっと紹介していきたいなと思います。はい、じゃあまず一つ目、早速紹介したいのがもうこの小型蛍光ライト。はい、もうライトです。はい、幅で言うと10センチぐらい、めちゃくちゃちっちゃいの。ちっちゃい。まあ、この蛍光ライト、すごいことをちょっと説明する前に、こういうライトは絶対買ったらあかんよっていうライトを説明すると、はい、リチウム式の電池で PSE っていう安全保証のついてない1000ルーメン2000ルーメンぐらいなんか明るさあるよみたいなを歌ってる中国のね、安い蛍光ライトがあったりするんだけど、明るいっちゃ明るいけど火災の発生リスクがかなり高かったりとかするから、はい、まあ、それはやめてほしいなと、はい、で今回紹介するのは、まあ、PSE マークも安全性能もついてます、はい、でお値段なんと1000円ちょいです。あとこっからどれぐらいの明るさが届くの、まあ明るい、これまあ明るそうやよ、なんとなく、まあ、はい、このスタジオ自体も明るいから見える？見えます。見えてる？こうあ、ちょっと調節できる。そうそうそう、西ちょっと顔に当たらんようにやってるけど、ズーム機能があったりとか広くやる。あ、ライトのズーム機能ですか。そうそうそう、ほらすげえ、見てほら、あ、小さい、大きい。そう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 、こういう機能があったりとか。これが距離どれぐらい届くのかっていうと 150m ぐらい届くと。すごい、めちゃくちゃ明るい。しかもリチウムじゃなくて、リチウムって火災の発生リスクちょっと高いねんけど、はい、これアルカリ電池です。だから日本でいうとアルカリ電池なんか珍しい、そこら辺で買えるってことですよね。そこら辺だよね。そうそうそう、だから、まあ、蛍光ライトとかってすぐ電池切れるっていうデメリットもあるけど、緊急事態とか今大型台風近づいてたりとかね、なんかやったら不死と直下だから、もしなんか緊急事態になったら、もうこれが火事とかでもそう、うん、火事とかでもこういうライトってめちゃくちゃ役に立つから、はい、覚えておいてほしいなと思います。はい、はい、持って、めっちゃ軽い。軽いだからこれ別に普段の帰宅困難者バッグとしても入れとっても全然問題ないかなって。すごい、うん、軽い、めっちゃ軽いです、はい、まあこれね、プレゼントしようかなって、はい、じゃあ続いて、これはマジでおすすめ。はい、じゃん。それもライト、ライトだよね。あ、ライトなんですか。うん、ライトだね。まあライトっぽそうやん。見た目はライトかなって思います。そうやろ、はい、じゃあ明るいのかっていうところやっていくで、はい、明るい。これさっきの色ちゃうやん、このオレンジライトとちょっと似てない。似てます。そう、太陽光ライトがついてて、あ、ほら白色のライトに変わって、まだ明るさがちょっと変わった。へー、はい、これのすごいところ、こっち側に、あ、下にも。そう、すげえ、すごいやろ。懐中電灯にもなるってことですか。そうで、いやいや、お前隊長、こればっか紹介したばっかりやんと、何がすごいねと、はい、はい、ここからちょっと紹介する。マジでこれは僕の防災バッグ、はい、被災生活で絶対使うから、緊急事態とかね、いろんなところで行くってなってもめちゃくちゃ使う用途とすると、え、そうです、あるよね、はい、はい、いやいや、そんな前もあったと隊長、はい、それだけじゃ納得いかへんという気持ちももちろんわかります。
吊り下げることができる。あーなるほど。うん、上でテントとか、そうそうそう、テントとかでこういう状況。えすごい。だからこれね、実は僕あの防災のね安全管理とか入ったりするんやけど、はい、こういうのも持っておく。うん、だから普段からめちゃくちゃ使えるし、充電も簡単にタイプ C でできると。ここに、うん、充電式なんですね。そう、はいはい、充電式なんですよって思うやん、はい、これ実はモバイルバッテリー機能付き。これはすごいやろ。すごい。だって僕レスキュアースでいつも言ってるのは端子の神器ライト、うん、笛、うん、モバイルバッテリー。そうです、もう完璧やな。すげえ。これはしかもめちゃくちゃ明るいし、モバイルバッテリー機能も 8000mAh、 全然使われへんモバイルバッテリーとかで言われると3000とか5000とか、うんうん、これだいたい併用型になっちゃうとそれぐらいのミリアンペアとかが多い、ね、そうですよね、そう、はい、併用やから、はい、モバイルバッテリー単体だと、まあ、1万とか普通にあるけど、うんうん、まあ、これは8000だから全然充電できないな、腹立つなみたいな感じではならんと。スマホ1台以上ぐらいはできるってことですかね、うん、そう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 。で、まあ、あのモバイルバッテリーの目安で言うと1万ミリアンペアで書いてる MAH ね、うん、ミリアンペアアワーっていうんだけど、これで言うと2回の充電できますよ1万だったら。スマホ1台が、そう、スマホ1台ね、はい、じゃあこれ8000だったら1台以上はできるよねっていうことが分かると、うんうん、皆さんもだからモバイルバッテリーとか買うときは、まあ、参考にしてほしいなと。はい、はい、めっちゃいいわこれ、ほんまバーンってかけれるし、この明るさもこれも変えれるし便利ですね。めちゃくちゃ便利、用途も変わるし。で、気づいた？太陽光です。わあすごい。ソーラーパネル、太陽光で充電できるってことですか？うん、プラスアルファなんかもう一つある、一番いいところ、150時間テント可能です。わあすごい。150時間やで、すごいやん。だから1日24時間やで、はい、うん、3日間普通に持つよね。すげえ。うん、まあ、ほんまおすすめ。これで値段帯でいうと、まあ、5、6千円、うん、まあ、モバイルバッテリー1台、まあ、4千円ぐらいするやんか、ね、でライトもこういういいやつでいうと1000円、2000円するやんか、まあ、それぐらいの値段だよねってだけ。すごっ、うん、考えた人すごいですね。考えた人すごいね。まあおすすめです。これはほんま僕の中でも Amazon のベストセラーかなと。うーん、はい、じゃあね3つ目紹介していきます。はい、はい、じゃん。何やろ、何やと思う？ストーブ。そう、ストーブ。ストーブ、これすごいのが、もう僕これを見た時惚れたよ。あのカセットボンベでつくストーブやね。ガスでつくってことですか？そう、ガスでつくねんけど、まあ、これ岩谷さんが出してるやつやねんけど、はい、まあ、簡単でめちゃくちゃ。ガス1本あれば後ろにこうやって入れるところがあって、入れるところがあってね、で入れます。はい、ついてるの分かるかな、もうずっと炎出てる。うん、まあ分からんけど、音はでも、まあ、うん、ボーボー、もうめちゃくちゃあったかい。ほんまに。ちょっと一回もう切ったから触ってみて。熱い熱いやろ。熱い。そう、これすごいのが、いやいや隊長、地震の時被災生活でこれ使っとったとしても、阪神淡路大震災どうなったと。通電火災で倒れ出た電気ストーブが、電気が復旧したことによって電気ストーブが再開されて大炎上になって、阪神淡路大震災では火の海になって命奪われたと、はい、お前言ってること矛盾してるやんけって思うかもしれへん。確かに。これ点灯したらガスが自動遮断されるってやつ。だから冬場ってやっぱり東日本大震災とか、いつ起きてもおかしくない巨大地震って冬に起きる可能性が大いにあって、はい、その冬に起きた時に犠牲になる方がかなり多くなってくるっていうのが政府が出してる被害想定者数やねんな、うん、真冬の真夜中にこの時間で地震が発生したらこんだけの方亡くなるよねっていうのが最悪なシナリオケースやねんな、はい、大体が。じゃあ震災関連死でおそらくこれぐらいのパイもなくなるよねって分かんないけど、震災関連死で冬場っていうのは低体温症やね、何回も言ってるように、はい、冬場の寒さどうすんのっていうところや、はい、うん、高齢者とか子供たちとか、うん、妊婦さんとかもね。じゃあこれカセットボンベ1個、うん、でガスが自動遮断される、こけても自動遮断されて、うんうん、消火できる勝手にね。へー。であとは不完全燃焼って言葉聞いたことある？炭素濃度が低くなって密閉状態の、例えば車の中でやる、はい、車内で暖房器具使ったら一酸化炭素溜まるから、うん、絶対換気しなあかんよ、うんうん、サイレントキラーで気づいた時には命奪われてる、これが一酸化炭素が一番怖いところだよ。まあこれだってそう、
不完全燃焼っていう酸素が足りなくなった時に、これはあ酸素足りないよねガス遮断しようって言って遮断してくれる、感知してくれるってこと。そうそうそう、だからもう勝手に消えるようになってる。だからまあこれ被災生活ではマストだなって。なおさら雪が降る地方の方とかであれば絶対に用意しとかなあかん一品ちゃうかなって。確かに、うん、なんか一品言うてもだけどほんまにおすすめやな、これ岩谷さんのは。すごい時代やで、マジで。キャンプとかでも使えるから、日常的にも使えるから、うんうん、だからこういうのはほんまに用意しとってほしいなって思う。はい、はい、すげえ。どんどんアマゾンすごいから紹介していくで。はい、お願いします。はい、ちょっと待ってや、着替えるからちょっと待ってや。着替える着替えてるで今。はい、じゃじゃーん、救命体調っぽい色ですね。体調っぽい、どんなフォローの仕方やねんそれ。もっとなまともなフォローないんかい。まあ救命胴衣、水難ちょっとやっぱ恐れてる方多いと思うけど、やっぱね救命胴衣っていろんな方があって、値段が高い低いとかいっぱいあんで、うん、これはまともな商品では安いと思って、うん、国家検定品って言って国家が、まあ、救命胴衣として認めてもいいよねっていう試験みたいなのをクリアしてるやつ。すげえ。まあよく見えひん、飛行機とかなんか見えひん、船とかで。確かに。でけどこの安いし、まあ、浮力で十分確保されてるっていう保証があるから、うん、ただこの着方をほとんどの方がしちゃうんだよな。これ大きな間違いで、絶対にやらなあかんのがこの下を縛るっていうことで、下をキャンキャンに縛ってほしい。下をこれぐらい縛らないとまず絶対ダメ。意味がないってこと。意味がない。でなおかつここサイド、こんなもんな習うとこないもんな、マジで。しっかりと締める、だからやってもらわなあかんね、はい、本来であれば、うんうんうん、締める、これも縛る、これで SOS。 あサイドもこっちも一緒、縛る、きっちり着ないとダメってことですか。水難はきっちり金買ったらどうなるかっていうのをやってあげようか。浮力、うん、みんな見たことないし経験することないもんな。下から浮くとどうなるかっていうとこうなる。あ、盛り上がって浮き上がって下から、うん、浮力がめっちゃあるから、あこうなる。首締まって、そう、首が締まって余計呼吸ができなくなってくる可能性もあって、なんなら小さい子供とか体格が細い人スポッと抜けちゃうねん。確かに。このままこうなるから腕がそのまま抜けていって下に体が落ちていくみたいな最悪なことになっちゃうから、まあいい商品やけど浮力がある分、うん、浮力がある分いい商品やね。けどそれがかえって使い方分かってないし、なんとなくパッて切ってだけでダメだよっていうのは覚えておいてほしい。知らなかったです。だから大体の知らんじゃん、これ習うとこもいいわね。はい、じゃあ続いてちょっとローリングストック観点でいっていいか。はい、はい、ローリングストック観点、僕がおすすめの商品はキューピー赤ちゃん用の離乳食の非常食セット。あ、そんなんも出てるんですか。うん、出てる。あ、これおすすめ。まあ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 、けどこれはね赤ちゃんとか小さい子供たちがいるご家庭であれば用意しとっていいんかなって思う、うん、一品かなっていうのと、はい、みんなね何買ったらいいの非常食っていうと、圧倒的鬼師さん。鬼師さん、鬼師のご飯シリーズはもう間違いない。普通に美味しいし長期保存できるし、一番メーカーとして有名ちゃう、非常食のメーカーで言えば鬼師のご飯。あ、これよく見る、確かに。そうそう、五目ご飯とかいろんなセットあるよ。ここ入ってるの五目ご飯、わかめご飯、ドライカレー、チキンライス。すげえ、うん、これが1箱12個入ってて、それが4箱で4000とかちゃう。めちゃくちゃ美味しいし簡単、開けてスプーンから取り出してください。はい、はい、その後お湯また水注いでください、かき混ぜてください、うん、以上。お湯また水でもいける。うん、お湯でも水でもいい。すごい、うん、めちゃくちゃいいよね。うん、まあけど鬼師さんは一番じゃないっていうのはまあみんなも知ってるところやから、うん、まあ説明はこれぐらいにしようか。はい、で僕がローリングストック法の観点で言うとベストセラー、楽天とか他のインターネットショップよりかはアマゾンの方で買った方がいい。何でしょうか。缶詰。缶詰やねんけどフルーツミックス缶。いろんな缶詰入ってんねん。ミックスフルーツ、桃、
みかんかな。あとは全部フルーツミックス。美味しそう。うん、フルーツミックス、フルーツミックス、フルーツミックスが大半かな。うん、まあいろんなブドウも入ってる、パイナップルも梨もチェリーも入ってる、うん、フルーツミックス、うん、これで栄養素の確保っていうのはやってほしいな、うん、栄養素の確保って言うとこの間取れてる栄養でどこまでね栄養がみたいな健康になるのかそんなならへんで正直、うん、ただカップ麺とか菓子パンとかそういう支援物資ばっかりになるから、うん、マジで長期戦になると。なるほど、うん、だからこういう果物とかで用意しとかないと食べることはできないよっていうのは覚えておいてねっていう、うん、まあだからローリングストック法の観点で言うとこのフルーツミックス感っていうのは僕の中でのベストセラー、うん、安いほんまに。あ、そうなんですね、うん、安い。何年持つのって3年ぐらいも使ってる。あ、そんな持つんですか。そう、いやローリングストック法やから僕はローリングストック法の観点で言うと1年に1回最低でも食べていってやって、うん、別に僕は3ヶ月に1回とか半年に1回とか食べていったらいいんやで。こういうのを普段からね、で僕の子供たちに一貫食べえ言ってヨーグルトに混ぜて食べさせてあげたら、うん、あれが地震の時でも食べれるんだみたいな。確かに。いつもの食事を地震の時でも食べれるようになってるわけやろ、うん、だからローリングストック法ってこういうところが大事。はいはい。あ、ごめん買ってたよ、もう一個あって、みかん。あみかん大量に、はい、みかん大量に買ってた。ほんま美味しいで、うん、普通に美味しいで、このあこういうのがめちゃくちゃ大事。はい、やっぱり、うん、はい。じゃあ終盤にはね、終盤、はい、じゃん、なんやろ、なんやと思う、開けていくで。はい、まだわからないです。何か当ててや。絶対に地震が発生したら使うもの。冬場に使いますか。うん、夏場も冬も春夏秋冬使う。あ、避難所で使いますか。いい線いってきた。避難所で使います。プライバシーを守るものですか。お、惜しい。違う。テントやと思ったんですけど、うん、あ、ウォーターベッド、ウォーターじゃないな、エアベッド。エアベッド、そう、これがエアベッドの中で僕の中でベストセラーです。まあ、アマゾンでもベストセラーちゃうかな、これ。じゃあこれどうやって口で膨らましていくんかってなるとね、肺活量そんな体調があるからいけるんやろみたいになるけど、僕でも肺活量は無理ですと、はい、そんなやったら酸欠でもう死んじゃいますと、はい、だからまず簡単に広げます。広げたらこのバルブ閉まってるのを確認して足で空気を入れていくみたいな感じになる。はい、じゃあちょっと待っとってください。はい、はい、はい、そろそろね、パンパンになっていいだと。で、閉める。すごいもうパンパンやろ。すごい、ふわふわ。寝てみるで、一回。いい？はい。うわー、すげえな、これ。え、身長何センチですか、体長。俺、2m30。まだこんだけ余裕余りある。じゃあ、2m30 の人でもいけるってことですね。1、7、1。171cm。 いや、すごいよ。どう？うわ、ちゃんとしっかりしてますね。めっちゃしっかりしてるよな。はい、まあ今みたいな感じになっちゃったけど、最後はね、はい、まあとにかくおすすめ、値段も3,000-4,000やし、さっきのも、はい、被災生活で低体温症を防ぐ震災関連死でシングっていうところはね、大切な一つになってくるし、うん、まあこれはキャンプとかでも使っていいんじゃないとか。確かに、うん、結構キャンプと併用できるものとかが人気なんですね、うん、そうやね、うん、だからおすすめだね、今のも。はい、うん、まあ皆さんも参考にしてもらえたらなと思います。どうやったらこのベスト防災グッズか、面白かったです、うん、なんか救命胴衣とかも確かに着方知らなかったし、そうそう、一応買う人もおんねんけど、はい、南海トラフとか日本海溝型とかの地震で、うん、まあ、対象エリアの人たちは怖いって言って救命胴衣も購入しようと思ってるけど、おしゃれなやつとかいっぱいあるからさ、うん、どれ買ったらいいんですかっていうコメントも結構 SNS とかでもらうから、はい、まあ、いつかその動画にしたらあかんなと思っとって、うんうん、まあ、それがこれかな。はい、はい、皆さんの参考になったかなと。まあ、参考でいいんで、はい、これを買ってくださいじゃないですよ、うんうんうん、いつも言ってるのは皆さんの世帯環境とか、まあ、子供と住んでる家なのか、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいるのか、ペットといるのか、単身なのか、パートナーと同棲してるのか全然違うから、はい、これ持っておいたらあなたの命は安全ですよって言ってるやつなのか絶対もうそんなないから、そんなは、はい、
だから皆さんのリスクに合わせてどういうリスクがあるかってハザードマップとか防災マップで見て分かるようになってるやんか、はい、そのリスクと世帯関係に合わせてこれを持っておいた方がもしもの時にこういう活用できるよねっていう話し合いからスタートしてもらってもいいし、はい、別に Amazon で買うっていうことが大事じゃないから、はい、ただなんかほんまに買いたいなと思ってて迷ってた方にとっては一つの参考に、これを買ってじゃなくてこれの類似したやつでもいいし、はい、うん、それも個数も全然違うし、僕が紹介したかったやつがあと2つあって、はい、あの笛とトイレやねんけど、あ、まあ、それがね、あまりにも売れてる、僕がいいなと思ったやつは、まあ、皆さんもいいなと思ってるやつにガイドしてて、はい、それがやっぱ10月半ばに公演ってなったから、もう先に撮影したと、はいはい、いうので参考にしてもらえたらなと思う。まだこの後届くってことですよね、うん、そうそう届く届く。コメントちょっと思った以上に多くいただいたんで、ね、めちゃくちゃいただいてほんま嬉しかった。初め100件も絶対公演と思ってたもん。400件450以上とかや、500件近くやったんで、うんうん、1名じゃなくてもうちょっとなんか分散させよっか。あ、だからまあどれをどの方に当てるのか分からへんけど、うん、何名かにコメント返ししてその方にじゃあメールアドレスを送って、はい、ここに返信ください、うん、住所と名前返信くださいって言って抽選した人にまあ郵送していこうか。はい、でその時僕メッセージ書くから、はいはい、いつも見てくださってる皆さんに対してね、はいはい、ということでね、Amazon のベスト防災ランキングっていうのをね、ちょっと紹介させてもらいました。皆さんの参考にしてもらえたらなと思います。よかったと思う方はいいね、はい、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かり命を助けるために。隊長、おい、レスキューハウスの就労継続支援について教えてください。いいよ、何について知りたい？どういった方が対象なんですか？対象となる人は障害や病を抱えている方で、生きづらさや働きづらさを感じている人やで。それって家から出れない人でも行けるんですか？今はね、在宅ワークって言って自分のお家でできる作業っていうのがあるから、それでも OK。 対象者って大阪に住まわれてる方限定ですか？うん、うん、大阪の方だけじゃないよ、関西と関東でも募集してます。興味ある人ってどうすればいいですか？興味ある方は会社のメールにまずはご連絡ください。その後僕とオンラインズームするからよろしく。